はようございます。アルファタックルフィールドサーフディープマスターテル岡本です。今日はですね、ここ相模湾からですね、水深 1000m ベニア港に、剣崎マグチ港一郎丸さんからの挑戦です。私がですね、プライベートでも空振りなしでベニア港を釣らせてくれた、もう信頼度 100% いや 200% かな、の船長の船なんで、今日はちょっと深海のベニバナですね、魔性のベニ、1000m のベニア湖海面にポン弾けるところをぜひご覧いただきたいと思います。これがですね、今日使ってる私のベニア湖仕掛けですね。深海化けの28号、眠り針の28号ですね。これ空針の場合はですね、陸奥針の28号、同じサイズですね。で、地元にはマシュマロボールの L サイズ、これを2つダブルでつけて、まあ浮力であったりフォールの時の抵抗であったりで動きの変化を期待しています。で、深海バケと合わせる時にはこの毛針の色とボールの色をマッチさせるようにしています。ハリスはナイロンの24号、 1.5m、 ミキ糸はナイロンの40号、 4m、 針数は6本ですね。サルカンは 20×30、 重りが鉄製の 2kg、 寝仕掛けの上部には大型の寄り取り器具、これは宮前のダブルのタイプですね、ダブルペアリング。そして忘れてならないフラッシュカプセル、このね、まあ、グリーンっていうか、まあ、夜光の光が基本なんですが、春先例えば釣り場にシマガツオがいるよと、仕掛けが中枢で止まっちゃうよっていうような時にはこの赤いタイプの発光に切り替えるという、まあ、こともします。で、空針仕掛けの時にはですね、まあ、収容ギミックとして、タコベイトですね、半割りにしたり3分の1ぐらいに割ったものをつける方が多いですかね、まあ、そういう使い方をしていきます。まあ、20年前に、まあ、とりあえずその自分のその時のねベストと思う竿、それで作ったのがディープオデッセイの、まあ、ベニアコイオアールだったんですけど、まあ、普及の名作ではあったけれども、そろそろなんとか変えようぜというところもありましてね。で、まあ、とは言いながらやっぱりね、ベースアクションはあんまりいじりたくないし、いじる必要もないかなということで、基本のアクションは踏襲させました。で、ただね、ちょっと遊び心もあって10センチ長くした、で、穂先の動きの大きさっていうのをちょっと期待してます。あとはですね、バットワンサイズ大きくして、まあ強度、まあ、パワー、ボリューム感っていうものを、まあ、増してると。で、トータル的にもね、まあ、ゴージャスなデザイン、もっとゴージャスな感じにして、今風っていうのかな、にして、まあ最新最先端のベニアコロットという形で今日使ってます。あとは釣るだけです。そうね、1000m っていう、まあ、ちょっととてつもない、まあ、遊魚としては、まあ、最も深いところを釣る釣りだから、その 1000m 下の海底の状態とか何が食ってるかとか、それがイメージできないとダメだなというのが自分の考えなので、それを具現化できるように、その今、まあ、そこの叩きであったり当たり、それが本命なのか、それともエキストラなのかっていうことを知らしめるような感度、表現力、竿先のね、この釣りに必要な全てを、まあ、この MPG 素材 ULDP 超厚巻きシステムで実現した。うん、
まあわずか10センチっていうわずか10センチだし、ただその10センチがまあ邪魔はしてない、大きくより大きく当たりを表現してくれる形になってると思うな。今日持ってきてるのはね、コマンド Z15 のキメスペシャル 24V タイプで、やはりまあ、このベニアコも大きな魚なんだけれども、この釣りではね、油坊主が、まあ、結構混じるんですよ。で、まあ、小さくても20キロぐらいある、でかいの100キロを超えるのもいるという中で、やっぱりそのパワーだよね、それはすごく重要だと思うんですよ。でなおかつトラブルは避けたい、1回 1000m 戻して負けなくなっちゃいましたとかって、そういうのはもう辛いので、でやはりプロがやっぱり使い続ける、まあ、信頼の強度っていうところかな。あとその無駄滑りしないこの金目スペシャルのドラグ、無駄滑りすると針穴が広がって、まあ、バラすっていうことが結構ある。この 1000m の魚っていうのは水圧に耐えるためにね、結構大きくても口周り脆いんですよ。だそれの口切れ、その針外れをいかに抑えるかということも踏まえての今日この金目スペシャルのセレクトということになってます。今2投目のまあ中盤に差し掛かろうというところなんだけれども、まあ相変わらずその潮の流れはちょっと鈍いかなと今日はねいうところなんだけれども、まあすでにともでね一発で7キロ上がってるんでね、まあ、こう潮の動かない時でも棚を取り直した直後とか、まあ出会い頭みたいなことが起きて、ね、全然潮行ってないんですパーンと食うということがね実際あるんですよ。まあこれから潮が変わるかもしれない。この4頭しかないチャンスのうち、まあ、残り2頭半になるのかな。で、まあ、まあベスト気抜かないで、まあ、釣り続けるってことかな。アルマタックルフィールドスタッフの飯澤です。今回自分が使っているのがディープインパクト2プラスですね。先ほど紹介したディープオデッセイ BGX モデル R のワンランクパワーが強いモデルになってます。近年700号以上の重りを使うようなフィールドが増えてきて、そういうところで状況に対応できるようなロッドになっております。パワーが上がると言ってもその嫌なパワーの上がり方ではなく、 ULDP ブランクスを使うことによってその嫌な硬さというのは排除されています。ワンランクパワーが上がったことによって、ハリス40号程度の大きい油坊主を狙う際などかなり重宝する竿になっております。ベルルサイズを23サイズにしたことによってより余裕を持ったアクション設定ができるようになっております。ぜひ皆さん店頭で手に取ってご覧になってください。
まあ、よくね、質問がある、まあ、どれぐらいでやるんですか聞かれるのが、巻き上げの速度と、まあ、ドラグの調整なんですよね。で、巻き上げ速度はね、例えば今日、ここ一郎丸では、船長から、まあ、24ボルトの、この Z15 は、10速で巻いてくれと。そういう指示が出てます。で、まあ、指示が出るところは、とにかく指示に従ってほしい。で、特にない場合も、そうですね、24ボルトだったら、そう、10から12、3。これが、12ボルトだと、まあ、16とか18とか、少しこう、加味して、パワーの違いを加味して、巻き上げ速度を設定してやってます。もちろんね、もう、負けないような大きい魚とか、そういう時にはね、重たくてなかなかっていう時は無理に締め上げる必要もない。ただ、滑りっぱなしはしょうがないんで、ドラグがそこが大事だよね。まず、海底で重り、2キロの重り、ある程度こう、滑っちゃわないでいるドラグの力。ドラグ設定が、まあ、重要でしょうね。軽くなんないな。オレンジに食ったね。ちょっと可愛いけど、まあ本命なんで勘弁してください。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいですけど、重たくて上がんないですなんで。よっこいしょ。ちょっと可愛いですけれども、本物ということで勘弁してください。で、釣れるっつったでしょ。2匹釣ったから 200% でいいんじゃない。船長2匹。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。岡本さん、ベニアコおめでとうございます。まあ、最終的にはちょっと物足りないけれども、はい、まあ、ベニアはベニア、公約果たしたので、はい、まあ、よしとしましょう。どんな感じだったんですか。ちょっとね、やっぱりサイズのこともあるし、まあ、当たったタイミングもあったり、当たりはちょっと小さめだったな。でも、まあ、的確に見逃さずにっていうのはやっぱりさすがにこの FGUSDP の深海専用アクションだったなというところですね。はい、モデルR、岡本さんの作り上げてきたモデルRができた瞬間だったっていう、まあ、納得の当たりだったかなと思いますけどね。はい、まあ、僕は船だら含めて、まあ、総重量10キロぐらいですかね、問題なく上げてきて、ベニヤコンなしという形で終わったんでまたリベンジしたいと思います。はい、まあ、今日もね、要するに打率4人で2本だから打率5位だから、はいはい、ベニとしてはいい方じゃないかなと思うけどね。はい、次はそこに混じれるように、はい、次はね、今度ユーザー君がしてください。はい、頑張ります。はい、ディープオデッセイ BGX モデル R とディープインパクト2プラス、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ではまた次回。